メンタルエッセスクールスタッフ吉田です。今日もスクール代表斉藤幸男のブログを紹介したいと思います。今日のブログはこちらです。神社にお参りに行くこともあると思うのですが、お参りに行った時におみくじ引きますか？引いた時にもしそのおみくじの内容がよしよしと思えない内容だった時、あなたはどうしているでしょうか？たかがおみくじ、されどおみくじ、運は自分でつかむものです。納得のいく内容のものを引くまで、引いてみてはいかがでしょうか、ということが今日のブログには書いてあります。よかったらご覧になってください。斉藤幸男のブログは斉藤幸男アメブロで検索、スクールに関することはメンタルエステスクールで検索してみてください。それでは